行き止まり、止まりなんすか。全然もう行けずなんすか。行けなかった。あのね、幅が 10センチぐらいだもんね。それ入んないっすね。無理だったね。え、これちょっと進んでたじゃないですか。うん、じゃあもう見た感じで行き止まりってわかる。もう見ただけ。進んだだけしか見えない。水はすごい勢い出てる。そうなんですね。で、結局これ水液体だからさ。隙間上がれば流れてくるから、これだけ水が出てるから、すごい空間があるんじゃないかって期待しちゃうもんね。穴は繋がってるわけですもんね。穴は繋がってる。だからもう、ひょっとしたらその狭い先がまた広くなってる可能性もあるし、あとは、さっき来るときに三角だよね、天井が。で、水広がりなんだ、大体。そうすると、これ埋まってるだけで掘ったら、これも天井部分で、土砂取ったら、もっと広い洞窟なわけよ。あ、なるほど。だからここも掘ればいけると。今のところは本当にあのこういう縦長の楕円形でこうなって岩盤が見えてたから本当にあの狭いね。掘るとかじゃなくて岩を割らないといけない。まあでも無理だね。もう見る限り延々狭い。延々狭いな。物理的にちょっと無理かな。いや、それだけでも分かっただけの収穫ですね。10年ぐらい前に来てずっと気になってたからね。行きたかったね。まあこの俺のシステムだったら、はい、まあ多分30分以上行っても行けるから。まあでも楽しかった。まあまたこれ行けたらまた来るけど、まあ終わりだね。とりあえずかっこよく言うと、まあチャレンジすることが大事。戻るの大変だよね。これ抜け道も何もないからガチで戻るから20キロ担いで。いやいや俺が大変だよ。ただ一つだけあの救われるのは流れる方向が外だから、少しはほんのちょっとだけは楽かなみたいな。ちょっとは水の流れに逆らう必要ないから乗っていけばって感じ。じゃあちょっと片付けて、はい、戻りますか。はい、チャンネル登録よろしく。もう普通に泳いでる感じですね。今ですか？今。うわ、ガーンって。うわうわうわ。いいでー。これ、指、爪が色変わってきた。さすがに痛い。今、神経がビーンと。よっしゃ。めっちゃ水出てますよ。
ああ出た。ああ出た出た。よしよ。4年に1回洞窟写真家が集まる国際洞窟写真なんちゃらかんちゃらっていうのがあって、はい、なんちゃらかんちゃらに出席する。へそれぞれのインターナショナルで世界中から集まった写真家がそれぞれの撮り方でそれぞれのアングルで撮る、うん、一応ね撮影隊で3人までって決まってる。吉田チームで写真を撮ってくる、モデルとアシスタントみたいな。で今回撮ったやつは最終日に会場で発表する。でっかいスクリーンで。洞窟ってやっぱり探検隊じゃなくて、そのなんかこう写真撮って発表するっていうのをね、みんなに見てもらうために必要だと思うし、はいはい、情報収集と横のつながり、うん、でやっぱり勉強になるしね、どんな撮り方してるかって人の見るの。だからもう僕にとってはまあ楽しみな企画。じゃあね。チャンネル登録よろしく。